ムサラ山はバルカン半島の中で最も高い山である。標高は2925メートル。ブルガリア南西部のリラ山脈の最高峰のムサラ山はアルプス山脈とコーカサス山脈の間においても最も高い。鉱山に生息する鳥類の壁走りをヨーロッパで最も簡単に見つけることができ、駐車面域の森に植生するマケドニア松や、 ブルガリアもみなど豊かな動植物の種を含むことで知られるリラ国立公園の内部にムサラ山は位置している。ムサラ山はブルガリアのすべての主要な山脈を見下ろすことができる。西方のリラ山脈はもちろんのこと北西のビト社、北東のスレドナゴラ山脈、ビト社とスレドナゴラの奥の北の地平線に沿ったバルカン山脈。 南東のロドピ山脈、南のピリン山脈のほか、マケドニア国境のオソガボとセルビア国境のルイヤマも含まれる。ムサラ山の年間平均気温摂氏3度は、ブルガリアとバルカン半島全域で最も寒い場所である。温度は毎年およそ8ヶ月の間、摂氏0度未満にとどまる。このためムサラ山の年間降水量の約45%は雪で、積雪は 半年以上の約200日間続く。ブルガリア三大主要河川のイスクル川、マリツァ川とメスタ川は、ムサラ山の付近に源流がある。ムサラ山付近の次に高い山は、リトルムサラ山とアイラシェック山である。山頂部は、長い冬と短い、涼しい夏の亜寒帯気候である。通常、気温は冬を通して何ヶ月も、氷点下を上回ることがなく、 およそ8から9ヶ月の間は雪に覆われている。夏を通して温度は14摂氏15度を上回ることはまずない。夏の季節はわずか2ヶ月間で雪が降ることもある。1931年から1970年の期間で記録された最高温度は摂氏18.7度、最低気温は低く摂氏31.2度であった。年間平均気温摂氏3度は ブルガリア国内の山々で最も寒い場所である。ありがとうございます。